あ、すいません、ちょっとぐるぐるになっちゃった。すいませんね、端末がおかしくなりました。一人で語ってるみたいになっちゃった。すいませんね。面白いって思ったら切れてた。充電がなかなか、あ、また復活したらっていうかもう終わるけどね、すぐで終わっちゃうけど、まあ、いいか。すごい語ってるわ。あ、なんだろう、 STU に入る前のことを語ってますね。これやばい、面白い。これ面白い。こんにちは。ちょっと恥ずかしいな。まあでも本音ですからね。本音ですから。本音ですね。うん、確かに私のこと知れるかもね。人生ってわからないものですね。あ、やばい、最近のことも書いてる。最近のことも書いてるわ。そう、昔の過去のことだけと思ったら最近のことも、そう、そうね、まあちょっと、うん、未公開情報もあり、今となってはちょっと言いにくいこともあり、キャー、ちょっと後でじっくり読もうかな。キャー、あ、チキゲットしてね。チキ4枚あるけん、直筆サイン入りチキ。今回めっちゃ可愛くしたいん。なんかチキってやっぱ可愛くなんかした方がいいかなと思って、可愛い感じにしたよ。アンケートもね、書いてくださったら嬉しいなと思います。倍率すごそう。そうかな。そうかな。4枚あるよ。でもさ、申し込まんとさ当たらんよ。そう、
上機嫌、上機嫌なう。お話し会受付、うん、今再販受付中で、あの今回の再販で一番最初の日程のやつはもうね最終受付なんですよ。だからお忘れなくね、取りこぼしなくね。ごきげんよう、嬉しい嬉しい、嬉しくない？だってねこの中に載ってるんだよ、この中に載ってるんだよ、嬉しい。まずさ、なんかここに ST4 で高尾沙耶香って書いてある。あれ、あ、落ちてる嬉しいんだけどね。こうポストカードが、予約したら特典がさ、ポストカードがついとるけん、その予約も嬉しいけど、本屋さんに並んどってさ、あの並んどってから名前見つけるのも嬉しいよね。わー嬉しいな、ありがとうございます。やっぱり完成してるのを見るとやっぱり実感湧きますね。嬉しい。そう、インスタにも載せた、ストーリーにも。本屋さんなんてね、私も本屋さん行きたいんだよね。嬉しい。やったやった。今年は2回もあったんだよ。嬉しい嬉しいね、2回もあったから。来年は、来年はどうかな来年はどうかなそう、やったやったやった。そうだね、テンションテンション高尾、テンション高尾です。表紙、表紙か、フフ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 、あ、野望物語爆誕、もしかしてこれか表紙になる、これかな。もしかして新しい野望物語の爆誕、ついに爆誕はこれだったのか。もしかしてポストカード、うん、セブンネットさんです。セブンネットさんはね、写真集の役もねできますよ、一緒に。イエイ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 、ポストカード付き、うん、まだ予約できる。そう、まとめて予約できるセブンネットさんで面白い。うん、そうだね。いやでも出会いについて語ったんですけど、やっぱり出会いはね、そうもう、うん、大切にしていきたいですね。
回きり一度しか会わない方もたくさんいらっしゃいますしね。その一人にどんな風に映るかっていうか、どんな風に記憶に残るかというか、大切にしていきたいですね。うん。やばい、配信でも語るという。じゃあちょっと壇上変わったらお読みしますね。あ、変わったわ。ちょっと読んどこうかね。立花隼人さん、まーくん、せいやんさん、台湾のこうさん、こっぺさん、神戸のひっきーさん、たんたんさん、つりけんさん、まいせんさん、フジポンさん、きちねさん、いぬちゃん、みかんやさん、ロックオンさん、オーサムさん、ホタテ様、いなっちさん、高蔵さん、テラさん、新潟のひろきさん、セトンさん、トールさん、KKK16 さん、みつるんさん、ミッドナイトシュガーさん、こぶやきさん、りょうさん、なりさん、猫のおかずさん、まーたろうさん、あおちゃん、SK コーヒーさん、くまきちくまおさん、おっさん。ありがとうございます。お疲れ様です。楽しかった。よし、じっくり読むぞ。読みますわよ。明日サーヤン、あ、明日はそう、あのね、当日券ありの大阪です。お待ちしてます。あら、ありがとうございます。聞き心地が良かった、ありがとう。ねー。大阪あのツアーです。追加公演があった分が明日ですね。配信ないよ。打ち上げ祭、あ、打ち上げ祭もね、あ、意外としあさってか。お渡し会、3冊券、あ、3冊券はそう、今広島はまだ予約できると思うけど。そうなんやん、それしかないやん。そうやん、そう、多分広島はあると思う。うちは探します。うちはとペンライトね、赤と黄色です。明日大阪でツアーですよ。話し会も受付中です。そう、広島は電話で予約できる。東京の池袋はローソンチケットで。打ち上げ祭もなんかすごいわちゃわちゃしそうな予感でしかない。まだ何を歌うか決まってないけど。
結構自由な感じっぽいですね。めちゃくちゃ自由だから。一冊券、うん、お渡ししますよ。一冊券でお渡しで、二冊券でサイン本とあとポストカード、特典ポストカードもある。打ち上げはね、配信なかった。このお渡し会のね、ポストカードね、私がこれがいいですって指定した。だからそれだったらいいなって思ってる。本人指定です。そうだよ。あら、三冊券は、うん、広島は残ってると思う。二冊はサイン本とポストカード付き、一冊はお渡しですね。ポストカードはつかんけど、でもお渡しできるから、普通に会えるし話せるし。楽しみだな。そうなんよ、会えますよ、会えますよ。さやに会いたい。そう、なんか打ち上げ高崎彩子でなんか歌おうかなと思っとるけど、まだ決まってない。どうしようかな、4人で歌うってなったら。緊張、あ、それは緊張だね。高崎彩子のひまわり結構でもひまわりだったら、まあでもすぐ歌えるけどすぐ歌えるけども、ちょっと公式感強いね。公式感強いで。うん、すぐ歌える。なかな、めっちゃなくなるわ。あと1分で終わる。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ゆっくりとお休みください。私はまたちょっとじっくりと見ようと思いますよ。ははははまたねまたねー、バーイ。ありがとう。ありがとう。バイバイ。